ではバックハンドの基本パート3で、フォロースルーについてですけれども、フォロースルーで、ラケットをここに持っていこう、こうやって振り終わろうっていうのを意図的に決めてしまうと、どうしても振るときに力が入ってしまいます。ですので、うんと脱力しといて、テイクバックからインパクトまで勢いを出して振ります。で、脱力、グリップを脱力してて肩も脱力していると、打った後に自然と、ラケットは行くところがありますので、ボールの高さだったり、スピードに対して振った振り方だったりとかで、いろんなところにフォロースルーは移動していきます。いつも同じところにっていうふうに、型として練習するのはいいんですけれども、力が入りやすいですので、ですからまずは力を抜いてインパクトでしっかりボールを捉えて脱力しとくと、勝手に行くところ、そこがフォロースルーの位置だと思ってください。もしフォロースルーでこういう風になっているようでしたら、回りすぎですので、打点に顔を残す練習をされると、しっかりと、体が開かずにフォロースルーを取ることができるようになってきます。これはどうしても相手コートを先に見てしまうと体が開きやすくなってしまいますので、その点には注意してください。